はい、インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。このビデオは国際交流基金、ニューデリー日本文化センターの、オンデマンド日本語教師研修のビデオです。このビデオでは、この Google スプレッドシートの基本的な関数を使って成績管理をする、このトピックで、3つ目になります。はい。はい、1本目のビデオでは平均の出し方をご紹介しました。2本目のビデオでは、この合否の出し方をご紹介しました。ここでは順位の出し方をご紹介します。はい。ここに、順位というのは、つまり、この、例えば、プラバースさんだったら、この28点というのが、この、G3 から、G9 までの間で何番目になるかということを、それを自動的に表示する方法です。ここでは、ランクという、関数を使います。イコールランクで、括弧を開いて、まず最初に、どの、点数かということですね。この点数です。その次に、どの範囲かということです。はい。範囲は、この中で、この人の、プラバースさんの点数を知りたいわけですから、ここを表示するわけですね。はい。その次に、これが、点数が多い方がいいのか、少ない方がいいのか、ということを、表示します。0にすると、点数が、少ない方が、いや、すみません。点数が多い方が順位が高い。つまり一番点数が高い人が一番になるということになります。これで、括弧を閉じてエンターを押します。はい。そうすると、プラバースさんは、この中で28点一番低いので、残念ながら、7ということになりますね。はい。で、これをですね、最初にお断りしますが、次に間違いが起きます。はい。その間違いをわざと起こしてみます。これを、ここまで。はい。これをですね、ここまでコピーしてみました。これでおかしいのは、2番目はいいですよね。これ68点のラーナさんは一番点数が高いです。でもここにも、クリシュナさんは48点なのになぜか1位になっています。これ変ですよね。ではどうして変なのかを、これをクリックして見てみましょう。はい。カチッとクリックすると、今この紫色の、線で表示されているのが、その範囲ですね、範囲。つまり、ここで表示されているのは、この48点がこの範囲の中で、何番目かということです。この範囲の中、つまりこのラーナーさんの点数は入っていないので、ここでは1位が正しいですね。はい。でも、私たちが見たいのは、このプラバースさんからサティアラージさんの点数の中でこの人が何番なのかなので、これでは困ります。それを決めるには、その問題を解決するには、範囲をですね、固定するんです。範囲が変わらないようにすればいいんですね。そのためには、この3の前にドルのマークを入れます。このように入れました。この G9 の9の前にもドルのマークを入れました。はい。こうしますね。で、このままで、この状態で下までコピーします。はい、このように下までコピーしました。そうすると、全部が、例えばさっきの、クリシナさんも、ちゃんと2番ということになっています。もう一回見てみると、ちゃんとですね、範囲が、下にずれていないですよね。ですので、これで正しい順位が表示されているというわけになります。はい、以上で、このですね、Google スプレッドシートの基本的な関数を使って成績管理をするビデオをおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。